はい、どうも、こじきのこじきんと申します。今回は、カシマンタラーズの新体制を、えー、適当に、タサポの視点からね、えー、見ていこうかなと思ってます。えー、じゃあ早速、背番号から見ていきましょう。バビン。はい。あ、監督はね、あの、なにっけ,んけザーゴンさんだっけなにっけザーゴンさんジゴジジゴンみたいな名前の、ね、新しい監督来てね、コーチに相馬さん来たりして。あの、ちょっとカシマンのサイト見たんだけど、スタッフ陣のなんか、 探したんだけど、あんまなくて、たぶんちゃんと探せばあるのかもしれないけど。だから、選手だけ紹介、というかまあ見ていきますわ。キーパーは、ええー、この丸印何なん新人選手。山田選手。えー190だって、めちゃめちゃでかいね。まあ、キーパー基本クオンスンってで行くんでしょ多たぶん。で、まあね、厳しかったらすごか,かったみたいな。 はい、ディフェンダーにウッチーと。そして3番補強しました、奈良ですね。で、5番に杉岡来ましたね。いい番号。そして14番長田と。はい、やっぱこと、で、そうそう、広瀬ね。広瀬もね。22番広瀬。やっぱ今年の歌手もディフェンスのところ結構重点当てて補強したんじゃねえかなって、あの、パサポから見ると思いますね。ブエノは背番号変更したみたいっす。 うん。まあなー確かに、鹿島の試合見てて、ちょっとね、ディフェンダーのなんか、ヒューマンエラーって言うんだっけほんとミスで失点とか、そういうもったいないのもあったからね。そこら辺ね。まあ、奈良杉岡。うん。まあ永広、長戸博瀬まあ、何か解決してくれるとありがたいし、まあ、小池とかね、移籍しちゃったしね。うんあ。そこら辺の穴を埋めるような感じで。穴を埋めるじゃないね。 もうなんか埋めて山作ったって感じのもう、ディフェンスに関して思います。そしてミッドフィルダーは、えっと7番が新外国人のファンガラーノですね。若いねまだね。96年だって。若いね。ファンガラーノ、えー、どんな選手なんだろうな。エベラウドの方はね、プレイ集確か見たんだよな。なんか、YouTube かなんかで。ファンガラーノ知らん。まあこれも、身長でもそんな高くないから、 まあ、テクニシャンなんかな。予想だけどね。11番泉になったんだ。結構いい番号を与えましたね。鹿島って結構、そんな新加入には、いい番号を与えないようなイメージを勝手に持ってるんですけど。もう、11泉になりましたか。まあ、泉もね、まあまあ、着実に、まあ実績はね、積み上げてきたと思うんでね。鹿島のね、泉って言われるような存在になるのかどうか。うん。 セルジーミとね、あと、ま、ここら辺、新人選手ですね。新人選手が多いですね。やっぱね、カシマは本当は若手、見つけてくるのが上手いからな。うん。まあ、ってな感じで、フォワードが、え、9番に、エベラウドが。9番ですよ。いい番号ですね。さあ、ま、あ今シーズンの目玉はやっぱ、ここなんじゃないですか。ここがやっぱ、ちゃんと点取れるかですよね。 まあもちろんセルジーニョはね、前に立ったりもしますけど。やっぱフォワードが、鈴木も抜かれたりしてな。歌手はしんどかったからね。で、まあ、レアンドロもいなくなっちゃったしね。まあ、レンタルだけど、確か。はい。まあ、やっぱブラジル人の補強に定評があるアントラーズさんなので、えファンアラーのエベラード。この二人もまあ、ビシッとね。なんか、か、いち、なんか。 今、悪い例を思い出しちゃったんだ。なんか、カルロンみたいな名前のやついたな。相当な金かけてなんか取ったやついたよね。まあまあ、でも、今回エベラウドはね、どうなるでしょうかってところで。あと、まあ、なんか、この選手、ソメのソメや。どうやって読むんだっけこの高校の選手権でなんか、2018年だからなんか、優秀な、得点王かなんか、新人王かなんか、わかんないけど、取った選手だよね。有名な選手だね、この選手ねで。しかもまあ、上田綾瀬もいると。 この将来性楽しみなフォワードが2枚。でも、フォワード4人なんだね。まあ、実質ミッドフィルダーにちょっとフォワードっぽい選手もいたりするけど。うーん。で、まあ、伊藤翔という、ね、提供のロ,ロナウドだっけみたいな感じの。ね、伊藤翔もね、昨シーズン前半が結構調子良かったんだっけ川崎戦のゴールすごかったよね。なんかもう、ピタってね、ほんと大阪半端ないっていみたいなゴールだった。トラップだった。 はい。まあ、こんな感じで、新体制、えー、見ていきました。じゃあ、ユニフォーム見ていきましょう。じゃん。かっこいいと思いました。<laughs> はい。小学生みたいな感想です。でかっこいいよね、これね。まあ、なんか、どっかの海外のチームのデザイン使い回しらしいんですけど、鹿島のこの色合いに合ってるかなーって思ってます。このね、ちょっと何、えんじっぽい赤から、真っ赤にこう、斜め線を。 入れて変わっていくっていう。これ何真ん中のフットボール。フットボールフットボールわかんねえな。画像が悪くて読めない。うん、いいっすね。なんかスポンサーもこうさ、たぶんね、これね、スポンサーがいいんだよね。あと、ナイキのマークとかも。そこら辺もまたユニフォームって大事じゃないですかねこのスポンサーのリクシルもさ、こう、ね対,対照的な感じで、ああなんだろう。う 違和感がないというか、企業、企業をしてない。<laughs> わかるかな白漠とかさ、やっぱさ、あんだけ目立っちゃうとね、まあ、スポンサーとしてはいいんだけどさ、なんかユニフォームにこう、一体してる感じ。こうメルカリとかもさ、別にメルカリって感じがしないもんな。あのマークじゃないからね。メルカリってね。うん。そこら辺がいいなと思って。まあこれ、イエローハットかなりね。まあでもこれはもう鹿島のなんか、アイデンティティ的になっちゃってるから、いいんだけど。 あ、ムービーもあるんだ。ま、あい,いや、ムービーは見なくていいや。えー、で、アウェイはもうこれは見慣れました。<laughs> 裏は広島とあの、ユニフォーム見てるんで、もう見慣れました。ただ鹿島はちょっとだけなんかパンツが濃い赤だった気がするんだよな。気のせいだったら先生。気のせいだったら先生。うん、かっこいいっすね。キーパーユニフォームは、うん、発表されてないのうーん。 まあ、ってな感じで、新体制見ましたけども、そうね、やっぱ新監督のサッカーがどんだけ鹿島に馴染むことができるかっていうのがまず最初のポイントになるんだろうな。<laughs> ねえ、アントラーズが外国人監督連れてきた時の成績ってどうなんだろう、1年目。まあ、そういうのもちょっと見てみると面白いかもしれないですね。まあ、そういうのは、なんか、あの、サッカーや、すごい詳しい人が頑張ってやってください。<laughs> 私みたいなものはもう適当に、あや、かしますごいね。あー、強いね。鹿島るね。みたいな感じで適当に見ていくタイプの人間なんでね。うん。まあ、今年も上位には食い込んで来そうな予感はしますね。まあ、補強もいい感じだったしね。流出以上の補強ができたんじゃないかなって思いますんで。はーい。アントラーズ、強い。以上、コジキはコジキでした。お疲れさんでした。